マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはダイエット効果が高いリンゴ酢、どのように召し上がっていらっしゃいますか？リンゴ酢って美味しいですよね。私も大大大好きです。そこでこの動画ではマイナス10キロ痩せてリバウンドなしの私がおすすめする、さらにリンゴ酢のダイエット効果を高める方法と、痩せる最強の神リンゴ酢レシピがわかるんです。もしリンゴ酢のダイエット効果をさらに高めて健康的で綺麗に痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。痩せる最強の神リンゴ酢ドリンクのレシピお伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのレシピで痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイントと、2つ目、リンゴ酢の神ドリンクレシピということで、最強のコンビの組み合わせで痩せるドリンク作っていきます。ぜひお楽しみにご覧ください。では1つ目の項目です。なぜこのレシピで痩せることができるのでしょうかということで、その痩せるポイント4つあります。1つ目、このレシピドリンクを飲みますとあなたの腸内環境が整うからなんですね。簡単に言うと根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるからなんです。後ほど詳しくお伝えします。2つ目、血糖値の急上昇を抑えてくれるレシピだからになります。太るもと血糖値の急上昇を抑えることができれば、その分脂肪を溜め込みにくくすることができるんです。3つ目、あなたの暴走する食欲を抑えてくれる効果もあります。これも大事ですよね。いくら取り組んだとしても、もうそもそもね、食べたい欲求が収まらないと、まあ、なかなかダイエットって成功しませんよね。その時にこの食欲を抑える効果を味方につけていきましょう。4つ目、デトックス効果が高いドリンクだからになります。痩せたいならまずは体の中の断捨離が必要ですね。もう大掃除です。そこがしっかりできればいいものがちゃんと吸収できるようになりますから、まずは大掃除をして余計なものを出してからいいものを取り込む、このサイクルをこのドリンクで作っていきましょうね。では2つ目の項目です。ここからは実際に痩せるこのリンゴ酢を使った神ドリンクのレシピ、それぞれの材料が持つ痩せ効果、そして材料、作り方、注意点、この順番でお伝えしていきます。まずは材料の1つ目はこちら、茶湯を使っていきます。ここポイントです。ただの冷たいお水ではなくて、茶湯を使うところがとっても大事になってきます。なぜかというと、こちらが茶湯の効果です。あなたの内臓がね、ポカポカと温まるんですよね。そうすることでその内臓の働きが活発になる、結果体温も上がって代謝が上がるわけですね。そしてプラスその脂肪燃焼効果も上がりますし、何よりも消化や代謝がアップしますから、痩せ体質になることができるんですね。そしてデトックス効果やむくみ改善効果もあるのが、ただの水よりはこの温めたね、ぬるま湯、茶湯の方が効果があるわけですから、ぜひドリンクを作るときは冷たいお水とかね、常温ではなくてこの茶湯を使っていきましょう。では次がメインの材料、リンゴ酢のダイエット効果についてになります。もうまずはね、なんといっても溜め込んだ脂肪をどんどん燃やしてくれる効果があります。そしてその結果基礎代謝が上がったりね、脂肪がつきにくくなったり、そしてそもそもリンゴ酢を飲みますと太るもと血糖値の急上昇をぐっと抑えてくれる効果があるんですよね。でプラスよく質問があります。先生ってお酢であれば何でもいいんですかっていう質問なんですが、ダイエット目的であればリンゴ酢が一押しになるんですね。なぜかというと、数多くあるお酢の中でもこの酢酸というね、働きが一番大きいのがこのリンゴ酢なわけです。そうすることでどんないいことがあるのか、それは先ほど項目1番でお伝えした通り、あなたの腸の動き、蠕動運動がめちゃくちゃ活発になるんですね。そのことでデトックス効果があったり、ダイエット効果があったり、まあ、体の大掃除ですね、そういった働きがありますから、選ぶならリンゴ酢を選んでください。そしてなんといってもね、お酢がすごいのはあなたの食欲を抑えてくれて満腹感を得やすくする効果もありますし、まあ、むくみ改善効果、カリウムが豊富ですから、こういった効果も全部味方につけて健康的で綺麗になっていきたいと思います。
ではここからリンゴ酢を選ぶ時の注意点ポイントになります。痩せるリンゴ酢と太るリンゴ酢ってあるんですね。ここを選び間違えてしまうと元も子もないということでね、正しいリンゴ酢の選び方このタイミングでお伝えしていきます。まずは痩せるリンゴ酢は何かというと、ポイント原材料名をチェックしてくださいね。そこにたった一つだけリンゴ果汁 100% のみでできているリンゴ酢を選んでください。そしてできれば有機栽培でできたオーガニックの JAS マークがついてあるような良質のリンゴ酢がベストです。そしてね、何よりも、まあ、ここにも付随しますけども、無添加であること、例えば香料とか着色料とかこういった保存料とか余計な人工甘味料とかね、 pH 調整剤とか、とにかく添加物のものは NG です。気をつけていきましょう。でさらに健康志向な方はですね、このリンゴ酢って普通こう透明なものがスーパーに出回っていて多いんですけども、さらにそのろ過する前のアップルサイダービネガー、まあ、リンゴ酢のことなんですけども、製造過程でろ過せずにね、非加熱で作ったそのマザーという残留物が残っている、まあ、見極め方のポイントは無添加で濁ってるリンゴ酢の方が、まあ、酵素の量が多かったり栄養価が高かったりしますので、もし健康重視という方はですね、まあ、この純リンゴ酢もおすすめなんですが、こういったマザーですね、あのミネラル酵素が残っているまんまのろ過する前のリンゴ酢を選ばれるといいと思います。では次の材料はレモンになります。これはねレモン果汁を使っていくんですけども、やっぱりレモンってねすごいんですよ。あの脂肪のね吸収を抑えてくれたりとか、まあもともと酸っぱいものクエン酸効果ということで、例えば誰しもですね食事をとりますと体液がね酸性に傾く、まあ、イコール老化現象ですよね。体がこう錆びていく方に傾いてしまうのをリンゴ酢であったりレモンのようなこう酸っぱいものを入れてあげると、もともとあった弱アルカリ性へとね戻る力がアップするんですよね。そうするとやはりもともと持ってる機能がちゃんと働きますから、一旦ここでリセットすることができるんです。そういった効果も味方につけていきましょう。そしてビタミン C はもう当然ですよね、レモンといえば。またむくみ改善効果もここで得ることができますから、ダブルでねむくみ改善ということで、まあ、体重が落ちたとしてもむくんでらっしゃる方ってね、なかなか見た目がすっきりしないので残念ってことになりますよね。そうならないためにもむくみまで取っていくことができるレシピなんです。はい、ではお待たせしました。ここから実際の材料作り方、飲む時の注意点お伝えして終わっていきます。まず紙リンゴ酢ドリンクということで1人分です。材料です。白湯 500ml に対して純リンゴ酢、無添加ですね、大さじ1、レモン果汁が大さじ1/2、そして天然のお塩が小さじ1/2準備してください。でこの天然とわざわざお伝えしているのはビタミンとかミネラルとかねマグネシウム、そういった栄養がちゃんと残っているものです。精製した後の安いお塩はよくありませんので気をつけてくださいね。で以上この材料を準備していただきましたら、よく混ぜてあとは 2,3 回に分けてゆっくり飲むだけになります。で私はこのドリンク、まあ、常にねよく飲むんですけれども、まあ、一番どんな時がねいいかというと、プチファスティングした後とかですね、例えば16時間ダイエットとか16時間空腹時間を空けた後にほんとね飲んでみるとお腹すっきりデトックスしますし、まあ、ちょっと胃が泳い方はねリンゴ酢とかレモンはねちょっと刺激が強いかもしれないので、一気に飲まずに数回に分けて飲んでいただくといいと思うんですよ。なので、まあ、500ml もありますから一気にガブガブっていうよりは、まあ、せめて2回、250に分けて、まあ、30分以内に飲み切るっていうね、これがポイントになってきます。さあいかがだったでしょうか。今回の動画ではリンゴ酢のダイエット効果をさらに上げてデトックスできる紙リンゴ酢レシピのドリンクのねレシピをお伝えしました。ぜひあなたの体重に合わせて日頃のドリンクのメニューとしてご活用ください。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますととっても励みになります。またコメントもくださるととっても励みになって嬉しいです。お待ちしてます。それでは次回の動画でお会いしましょう。